キチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ今日は東北楽天ゴールデンイーグルス戦というところで、はい、交流戦、うん、優勝しまして、イエーイ、ね、はい。でもここが難しいところで、うん、はい、素晴らしかったのよ、うん、なのに、首位ソフトバンクとのゲーム差が1しか縮まったよね、楽天だけで言うと。でソフトバンクも優勝、ね、するかもしれないぐらい強いか、2位だったから、うんうん、でソフトバンクは2位に 7.5 ゲーム差だったのが、はい、9ゲーム差と広がってんだよ。そうですね、逆に、うん、で楽天も、はい、8ゲーム差ぐらいだったのかな、うん、7ゲーム差かね、うん、はい、3位まで、うん、でそれが一気に2ゲーム差まで縮まったっていうところで、はい、今だから A クラスは狙えるようになったわけですよ。そう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 、うん、そこがね、はい、だからパ・リーグでいうと1位と最下位がぐっと広がって、うん、2位から5位までが縮まったっていうね、はい、面白くはなりましたよね、パ・リーグの方がね。そう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 、うん、まあ、その中で、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、こちらです、はい、ピッチャー、うん、滝中、うーん、そうですね、ここね、数年なかなか出てこないんですよね。1回受賞してね、うん、そう、2022年か、うん、20、あ、21年か、21年か、その前、3年前になっちゃうかってなって、はい、で、まあ、今年で言うと、うん、まあ、先発投手陣も、まあ、今で言うとポンセ、岸、はい、ね、うん、で、まあ、小蛇が投げて、うん、で早川、うん、庄司がねちょっと行ったり来たりだけどね、うん、藤井投手がいい活躍してるんですよね、いい活躍してきて、うん、ね、っていうところでなかなかチャンスが少なくなってるっていうところと、うん、はい、まあもう今今年30歳、はい、まあ、今だったらワンチャン出してもいい選手取れんちゃう、うん、先発足りないっていうところがあったら、ね、うん、全然活躍ができると思いますね、うん、うん、あとはね、はい、こちらです。あ、ま、ピッチャー、はい、はい、唐島渉、唐島投手、うん、今年34歳、はい、今年まだ出てきてないですよね。そう、でも2軍では8試合7先発で 1.18、うん、防御率。いやもう今ねポジション的にあれなんですよ、困った時のこう、うん、秋頃とか、うん、先発いないってなった時の唐島投手が先発でいい活躍するみたいなのがね、うん、あるん、そんなのは唐島求めてないよ。まあね、本当はね、うんうん、常に投げたいからね、だからこれ、ね、俺本人のためを思って使わないんだったら、うん、左もね、そうですね、さっきも言ったけども、小蛇も左で、うん、早川いて左、ね、うん、で藤井がいてってなってくると、はい、で今年湯気がリリーフで感じよくなってきてて、うん、でもチャンスないのよ、なかなか左が結構多くなってきましたもんね、うん、左3枚の岸、ポンセ、うん、ね、で、まあ、庄司で、マー君がいつ復帰するのかっていうね、うん、ところはあるけども、うん、で、松井ね、はい、友高ですね、うん、まあ、投げたりとか、うん、あと藤平ね、はい、っていうところもいるし、うん、で、あと内ね、そう、うち投手ね、右で、うん、結構若手がちょっと出てきてるんですね。だからちょっと滝中も金島もちょっと苦しいんだよ、うん、立場上、はい、それだったら今まだ頑張れてるんだから、うん、このまま2軍で、うん、買い殺しで、ね、秋口にとかって言ってても本人のためにならないから、チームとしては欲しいかもわかんないけどね、はい、でも選手たちを尊重するだけでいけば、うん、こう滝中、金島はトレードに出してあげた方が俺はいいんちゃうかっていうね、うん、まあそうですね、うん、金島投手もこんだけ抑えてたらね、もっと最初から本当はね、うん、ローテーション入りたいでしょうしね、でもノーチャンスだからね、うん、頑張っても枠がないからね、うん、そういった意味では本人のためにもね、うん、っていうのもね、はい、まあ、パ・リーグに出すのが嫌だったらセ・リーグとかね、うん、いい球団あるからね、はい、今すぐ欲しくて左先発ローテーション、うん、お、いいね、お、うん、ありました、あるね、ありました、うんうん、いや確かにファンとしてもチームにいてほしい気持ちもあるけど、うんうん、他球団でもっと投げてくれるんだったらそれはそれでやっぱ応援したいですからね。そうそうだよ、そうだよ、うん、だからこれ何回も言ってるけど、うん、そのチームにいるからそのチームのファンで、その選手のファンで、うん、そのチームじゃなかったらファンじゃないんだったら、うん、もうその選手のファンではないからね、うん、そうですね、うんうん、その選手がファンなんだったら、だからもう大谷翔平のファンですと、うん、エンゼルスでもドジャースでもブルージェイズでもヤンキースでもどこに行っても大谷がいるだけでいいですだったらね、うんうん、が真の個人のファンだから、はい、そういった意味でも、まあ、滝中、川島は、うん、俺はまあトレードでもいいんちゃうかってね、そうですね、思うけどね、川島投手ね、同い年なんで、うん、もうすごい頑張ってほしいんです、まだまだ現役だっていうところを見せてほしいんですよ、ね、でも2軍でも防御率 1.18 だからね、うん、これはもう十分ね、はい、佐々木チャンネル指数でいうと、うん、防御率1点台は1軍でも頑張れる力があるっていう、ね、はい、ところもあるんでね、うん、で野手、野手、うん、誰だろう、トレードに出した方がいい選手、楽天野手、はい、いません、いないっていうのありなんですか。いや、いや考えた、めっちゃ考えたけど、はい、いないんだよね、うん、いやどこもだってまあね、うん、
田中和樹とかは一軍では今いい戦力になってるから、まあ、これはもう代走とかでいつもやっぱ出てくるんですよね。守備とかでは必要だから、うん、出せないでしょ、はい、あと若い選手が多いのよ二軍でいるのはね。そうですね、うん、だからね、あと山崎剛さんは今何してるんだろうっていうところは気になるところではあるけども、うん、ちょっとね、あの2軍でも出てないので、ね、うん、そこはちょっと心配だけどね、うん、心配ですよね、うん、はい、でも内野手でも小深田、浅村、阿部、茂木、鈴木、大地、フランコ、うん、で平がいて、うん、で若い黒川とかで伊藤由紀や山田遥渡辺、うん、渡辺って出るじゃんね、まあ、外野も含めてね、うん、はい、で、ワーターズは18歳だし、そうだね、入ったばっかですからね、うん、で入江はまだ、こっから出てくるショートですから、うんうん、ね、はい、まだでしょ、うん、で村林でしょ、うん、で青の18歳取ったばっかりでしょ、うん、で辰巳も23歳こう育成から支配下になったばっかりでしょ、はい、なったばっかだからいないのよ、うん、そのほ、まあ、チャンスもないけどな、他行った方がいいんちゃうか選手はいないのよ、うん、で外野も辰巳でしょ、うん、で吉野も20歳でこれからでしょ、はい、ドラ1ですから、田中和樹出てる、うん、で岡島もう34歳でしょ、うん、まあ、結構でも戦力でいつもね、そう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 なるから、うん、で中島ね、はい、1年目だからね、まあ、はい、うん、来たばっかりでしょ、で前田銀次20歳だから、まあ、まだまだこれからでしょ、うん、で、武藤も23歳、ね、うん、まあ、ここはまあ本人の能力次第チャンスあるからね、そう、もうね2年くらい前に1回ブレイク仕掛けたけどね、こうすると1、2年目ぐらいで、そうそうそう、うん、今年ね1軍ではチャンスないけども、でも2軍でも2割打ってないからね、はい、うん、そこら辺はまだまだ他のチームに行くっていうよりも楽天でもっとやんなさいっていうね、もっと個人を磨きなさいってことですね、うん、そうそうそう、で、小郷でしょ、うん、でいないんだよね、野手は、ほんとだ、なんかそう思うこの、いやなんかくすぶってんなみたいな、こうなんか、いやちゃんノーチャンスだねと、こんなに頑張ってんのにノーチャンスなんだったら、うん、使わないんだったら出してあげた方がいいじゃんが、うん、いない。確かに去年だったら、うん、茂木選手って言ってたんですよ、うん、そう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 、もう3割打ってるのに、うん、全然その出番がないって言ってたから、うんうん、で一応言ったらね、今代打の鬼って言われてるからね、はい、うん、そうなんです、やっぱ今へて監督に代わってやっぱ連れてきてっていうね、そうそうそう、あげてってのあるので、うん、まあ、キャッチャーの安田選手なんかは2軍で打ってるけどまだこう1軍来てないので、うんうん、どうしてるんだろうっていうのはなるんですけど、うんうんうん、でもそれは兼ね合いだから、キャッチャーね、1、2、3、4、キャッチャーちょっと特殊だからね、うん、正直ね、堀内選手が1軍登録されたんですよ、うん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 、安田選手ね、しかも5人しかいないからね、キャッチャーそもそも少ないからね、まあ、確かに、で育成で2人いるね、うん、っていうところで、まあ、なんとか数は持ってるっていうところだから、まあ、だから出すとっていう感じじゃないですからね、ないない、うん、だから野手はねいないね、確かにいない、だから強いて言ったら、うん、外国人の補強しましょうかっていう、うん、まあ、ちょっとフランコがちょっといい感じになってきたんですよ、うん、そうそう、ホームラン打ったりね、ホームラン打ったりとか、うん、結構ヒットも出てて、うん、いい感じなんですよ、強いて言ったらそれじゃない、だってピッチャーもターリーとポンセしかいないから、はい、若干ポンセも怪しいからね、うん、そうですね、いい時と悪い時とね、うん、だから投打含めてトレードっていうよりも、うん、まあ、いい選手がいるんだったら、うん、外国人の投手と野手を1人ずつぐらい取ってきてもいいかなっていうところはあるけども、うんうん、だからまあ、うん、野手はいないね、だから滝中と唐島ぐらいだね、うん、まあそうですね、まあ、使わなくてまだワンチャンいけそうなんだったら、うん、トレードに出してあげた方がいいんじゃないのかなっていう、で終盤に向けて楽天が強化していくんであれば、うん、トレードはその2人で、あとはやっぱ外国人補強を投打1人ずつぐらいはしても、まあ、いいんちゃうかなっていうところはあるけどもね、うんうんうん、そうですね、うん、無理やり名前挙げることもないからね、はい、私なんか今無理やりそのここが足りないとかもなんかそこまでじゃあ出してまで欲しいとこどこだろうみたいのも、まあ、これでも13回目にやるのか、そうだよ、あるから欲しいところはあるか、うん、そりゃ補強ポイントね、うん、それはもうあるから、うん、はい、ということでね、はい、楽天はこんな感じでしたけども、うん、楽天のファンの皆さんはね、はい、どうですか、